ふるさと CM 大賞とは、各地のテレビ局などが主催し、各市町村が制作する、地元 PR のコマーシャルを集めて行われる、コンクールのことである。福島放送、福島の元気、応援ふるさと CM 大賞の収録の模様を各市町村が、自分たちのふるさとの良さをアピールする、手作りのふるさと CM を制作し、持ち寄って開かれるコンクール。企画、制作、 撮影、出演等のすべてが各市町村の広報担当者、もしくは地域の人々に委ねられ、それぞれの市や町や村の魅力を地域の情報や自慢、観光、物産、伝統、人物、動物、歴史、自然などをテーマにし、CM を作り上げる。CM の長さは一般的に30秒。地域振興の一端を担う役割もあり、CM 制作は 各市町村の役所、役場などの地方自治体が主体となることが多いものの、学校単位での参加や、一般団体、個人制作、小中学生の作品を広く募るコンクールもある。1994年に、山口県の TBS 系列の放送局、テレビ山口により、山口県、ふるさと CM 大賞が開催され、2015年、 現在、最も長く続いているコンクールとなっている。その後、2000年に、山形県のテレビ朝日系列の放送局、山形テレビが、山形ふるさと CM 大賞を開催して、以後、各地のテレビ朝日系列局や、他の放送局、NHK、ケーブルテレビ局などが主催となって、コンクールを開催し、現在に至っている。コンクールの模様は主催する。 テレビ局で番組として放送される。副賞として賞に応じて主催局の CM 枠内において、ふるさと CM が無料で放送され、その回数は対象で年間100回、200回から365回に及び15秒 CM の場合には倍の回数放送される場合もある。また、県外の系列各局での放送や、 参加賞として出展された CM をすべて放送するつぼねもあり、県内外の他市町村への自治町村の PR にも有効なものとなっている。東北6県では各県の対象作品を集めた東北ふるさと CM フェスティバルが東北のテレビ朝日系列の機関局である東日本放送の主催で開催され、後日、系列局でその模様が同時放送されている。 このフェスティバルでは CM に順位はつけず、その内容に合った賞が与えられ、それぞれの CM が東北6局で30回、年度内に放送されることになっている。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、審査会自体を中止した地域がある。ありがとうございます。